おはようございます。現地、今何時だっけ ?3 月、本日が、15日、朝、8時です。水曜日。僕が泊まってた、この普通のお家の民泊が、今日でとりあえず1軒目チェックアウト。で、今から、マイアミ空港に一度荷物持って向かって、そこから今日はレンタカー、借りて、5年半ぶりにアメリカ運転します。ちょっと安全運転で、で、2時間半かな最初移動。レッドソックスの方、フロリダでの、キャンプの本拠地ジェットブルパークに行ってきます。今もうすぐお迎えが来るとこ、ウーバーじゃあリフトか、リフト呼んできました。もう俺の大好きなピックアップトラック祭りですね。でこの通りにはでも言うてこれしかなかったみたいな、この治安激悪住宅街ですごい快適に過ごしました。それではお迎えが来たっぽいんで行ってみます。空港のカーレンタルスペース、レンタカータワーに着きました。マイアミ空港、これが今日借りる会社はこちらですね。並んでんな。ちょっと車じゃあ借りに行きます。はい、無事契約が終わりですね。すげえ混んでたんだけど、レンタカーの契約が終わって、車契約書もらってきました。で、なんかこれアメリカレンタカー借りるの実は初めてなんだけど、何選び放題なんだよ。この中からどっか選んでくださいっていう、それはいろいろあるけど、やっぱちょっとコンパクトサイズに安いからしたので、韓国車と日本車ばっかだけど、せっかくなんでこちらのフォードにしようかなと。こいつが今回の旅のちょっと相棒です。フォード乗っていきます。はい、なんとかレンタカー借りました。5年ぶりかな、5年半ぶりのアメリカの運転ですが、やっぱちょっと怖いね、久しぶりだと。ちょっと慎重にだけど、今のところ順調に運転できてます。はい、高速道路、なんかアメリカの高速道路って基本無料なんだけど、なんかフロリダ独自なのかな、なんか有料道路っぽいところが結構あるんだよね。だからレンタカー借りるときに、なんかさ、ETC 的なの申し込みますかって言われて、なんかよくわかんないけど、とりあえず入って行っておいたけど、入ってよかった。今もその有料道路走ってて、有料道路走らないとプラス1時間とかかかっちゃうから、有料道路って言ったら2ドルとか3ドルとかそのレベルなんだけど、そうそうそう。引き続き安全運転で行ってまいります。はい、高速道路運転してます。結構進んだんだけど、まだずっと直進。次は101キロ先を右折っていう、表示が出てます。これでだいぶ進んだからね。さっきまで170キロ先を右折っていうわけのわかんない表示が出て、もうアメリカの広さを改めて痛感してます。今通ってるところはビッグサイプレス自然公園っていうのかなっていうところの中を通る一本道を突っ走ってます。で、このビッグサイプレス国立公園、間違ってたらごめん、なんかそんな感じの看板だった気がする。この公園左右ずっと森で景色は変わんないんだけど、中入ると湿地帯、要は池というか沼というか湖というかがずっと続いてて、そこに野生のワニが大量にいると。ワニだらけの公園らしいですね。このワニだらけの公園の中を今突っ走って走ってます。だからちょっとこっちの中をさっきね、今はちょっと見えないけど、さっきはチラチラなんかちょっと水辺が見えたんだけど、おそらくワニがそこにいっぱいいんじゃないかなと。すごいよね、日本じゃ考えられないよね。だいぶ景色が変わらなくてちょっと眠くなりそうなので、ちょっとだけ、話します。アメリカでこれから運転もし考えてるみたいな人というか、アメリカ旅行して、ハワイとかもそうなのかな、旅行してレンタカー借りてちょっと運転したいみたいな人は、日本人気をつけること、まず一つ、旅行者の場合国際運転免許証を必ず取ってきてください。埼玉県の場合は鴻巣で、取れます。空いてれば10分で取れます。料金でいうと2700円ぐらいかな、ぐらいで買えちゃいます。で、アメリカでレンタカー借りるときに、その国際運転免許証をまず提示して、それプラス日本で持ってる運転免許証を出せばわりかスムーズかなと。で、
で向こうがすごいオプションにすごい入ってくださいみたいな、例えばカーナビであるとか、そういうのはもう全部シカトで大丈夫ですね。ただ保険はいいやつ貼っといて入っといた方がいいです。アメリカ人マジで運転が荒いので保険はいいやつ入っといた方がいいくらいかな。あとはフロリダ州の場合はなんかその ETC 的な有料道路がね実はあるんですよ。でそういうのに気づかずに入ってしまったみたいな場合は後から別途なんかペナルティというかプラスアルファでちょっと払わなきゃいけないみたいな感じらしいので、そういうプランをよく聞いといた方がいいかなと思います。当たり前だけどアメリカ本土は、レンタカー、空港のレンタカー屋さんとかもまず日本語通じないので、最低限の英語は、身につけとくとよりスムーズだと思います。はい、出発から2時間近く経ってようやく高速を降ります。ずっとまっすぐでした道が。ようやく降ります。でこっから下道で5分ってことなんだけど、なんか晴れてるけど雨降ってるなんかね。下道5分、ジェットブルパーク看板見えたね。これジェットブルパーク2マイルって看板が見えたので合ってるっぽいね。ちょっとね、200メートル先右折。腹減ったからなんかご飯食べようかなと。ドライブスルーがいいんだけど、タコベル、バーガーキングあればいいんだけど、これまっすぐでいいんだよね。はい、こっち行って今から高速降りてアメリカの郊外の下道を今から走ります。高速よりねちょっと慎重に行きたいと思います。